皆さんこんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか。私は徹夜しました。ということで、偽起床後の一人語りスタートさせていただきます。そうだ、起きがけじゃないからビールだ。美味しい。いやー、フォーミュラワンの決勝、途中でもう今まで見たことのないようなクラッシュで、はい、赤旗中断30分以上、ただでさえ時間がかかるモナコグランプリ、さらに時間がかかって、結局私が見た放送時間は3時間30分ちょっと。はい、もうそのまま起きてましたよ。はい、そのまま起きちゃいました。はい、まあ、この後仮眠取るんですけど、はい、やることやったら、はい、そうですね、はい、まあ、仮眠もね、取りようがあるんでうまく取ろうと思います。はい、はあ、しかしな、もう大変なもんだな、こりゃ。モナコグランプリね、フォーミュラワンで初めてモナコ人がモナコグランプリで優勝したんですよ。はい、そうなんですよ。なんとアルバート大公、つまり何ですか、あれ、君主、はい、モナコ公国の君主ルクレールというそのモナコ人とハグしてましたよ。はい、あとシャンパンファイトにも参加していました。はい、えらいはしゃぎゅうで、あと泣いてましたね、涙流してました。はい、それぐらい嬉しかったんですね。だってモナコグランプリってスポンサーモナコ公国なんですよ。モナコ公国が、つまりあの王室じゃなくて皇室、太后の太后室、はい、太后室がお金出してやってるグランプリなんですよ。はい、そうなんですよ。それで自国民が優勝なんてこった。はい、これ日本人が鈴鹿グランプリで優勝するようなものですからね。はい、いやー、僕も嬉しかったです。僕フェラーリも応援してるんで、はい、チームで言えばフェラーリ、はい、応援してます。ドライバーで言えばもう10年前から目をかけていたフェルスタッペン、はい、を応援しています。はい、でも人とチームは別々ですから、はい、別々でいいんですから。はい、いや、とにかく嬉しいですね。僕はもうなんかちょっとハイテンションで起きちゃいましたね。はい、すごい喜びようなんです。もうこっちが涙、こっちも涙出ちゃうよっていうぐらいの喜びようでしたから、はい、涙流して喜んでましたもん。なかなか見れないっすよ。はい、そうですね。いや、ほんとよかった、いいものを見た。はい、もう時間帯がそこしかなかったんですよ。今日ずっと待ちぼうけで待ちを食らってて、はい、まあ、その辺は夜ね、就寝前の一人語りで喋ってるんですけど、はい、待ちぼうけ食らっちゃって、結局その人とズームし終わったらモナコグランプリ見ようと思ってたら、もう夜中までかかっちゃって、結局、はい、で寝ることにして一人語りしたんですけど、じゃあモナコグランプリいつ見るんだよっていう話になっちゃって、僕の中で、じゃあもうこれから見よう、それから寝よう、はい、と思ったら感動しちゃって今に至るということですね。はい、誰が悪いって、いや、それは僕が悪いんですよ。はい、僕のせいですよ。人のせいにしちゃいけない。はい、まあそんなことね。はい、今日は仮眠取りつつの一日になりそうですよ。はい、そうですね、まあなんとかなるでしょう。はい、そうですね、前にもやったことがあるんでね、問題ないです。はい、いや、しかしいいものを見た、本当に、うん、嬉しいな。っていうかフォーミュラ1見てて本当に良かったなと思います。うん、
そうですね、こういう嬉しい瞬間があるからなかなかやめられないですね。はい、ダゾーンやめられないですね。はい、そうですね。いやー、まあもうデジタル家事は終わってるんでね。はい、もうあとはちょっと YouTube の最小限ルーティンをやってって感じですよ。はい、そうですね。まああと仮眠取って、そうですね、仮眠取って、はい、いやー楽しいなー、楽しい、はい、今日も楽しい一日ですね。また始まりますね。はい、寝た気分になってますけど、はい、徹夜なんですけど、けど新しい一日が始まりますね。はい、そうですね。はい、いやいい疲れです、いい疲れ。はい、今日ちょっと頭フルスロットルで動かさなきゃいけない時間帯もあるんで、ちゃんと仮眠を取ろうと思います。はい、そうですね、うまく仮眠を取ろうと思います。明日に影響出ないような形で仮眠を取ろうと思います。そうですね、はい、飲み終わりました。今回の一人語りは以上で終了となります。また次の配信または別の配信でお会いしましょう。さようなら。皆様、今日も良い一日を。